ち上がりの配球なんですが、小宮山さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか。まあ、低めでストライクをきちんと取れるかどうかっていうのがポイントになりますよね。その低め、初球打ち、三塁線落ちてフェア、一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁。さあ、そして打席には福留が入っています。さあ、一打先制のチャンス。まあ、先手を取ってここで申告敬遠を選択、勝負を避けました。バッターは一塁に向かいます。さあ、そしてバッターボックスには小笠原が入ります。さあ、チャンスが続きます。初球は打ち、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ、何を狙っていくか。併殺狙い、インコースに攻めてきました。4球目は何で来るか。内へズバッと投げ込んできました。低め、これは外れた。粘られてフルカウントになります。切りました、ファウル。抜けていれば先制かというところでした。村上、一塁そのまま入ってアウト。これは進塁打になりました。さあ、そして打席には岡本が入っています。さあ、ワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。なるほど、そうですよね。今のはよく見ましたね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。次が3球目。痛烈な打球、入った、ホームラン。力の、改めてお聞きしますが、バッターの吉田、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあ、そうですね、状況、打った、大きな打球になった、スタンドには届きません。バッターランナーは二塁まで。いいコースですが外れています。これは変化球。3球目は何で来るか。カットボール、ここは見ます。ストライク入りません。あ、いいボールですね。キレのある変化球、際どいところに決めてきました。これは手が出ないか、ストライクを取ります。スリーボールナッシングからフルカウントまで持ってきました。バッター、ワンバウンドヒットになりました。チャンスを広げていきます。ワンアウトランナー三塁一塁。さあ、そしてバッターボックスには村上が入ります。さあ、チャンスが続きます。まあ、ここはつっ、インセ、セカンドの右抜ける、サードランナーホームイン。バッターボックスには代打の中島。あっと、取れない、ホームに送球、見事起用に応えました。ワンアウト満塁です。さあ、そして打席には古田が入っています。バッターボックスには代打の江藤、ヒットで満塁としています。初球ボール。改めてお聞きします、バッターボックスの江藤、どういうバッターなんでしょうか。いや、いいバッターですよ。難しいボールでも長打にできる楽しいバッターですね。ああ、そうですか。しっかり捉えた、この打球は落ちそう。サードランナータッチアップ、サードランナーがホーム。これが1球目、ファウルになります。あっと、入らない。まあ、ここはストライクゾーンのボールを積極的に打っていくカウントですね。なるほど、そうですか。インコース詰まりました。ここはフライになっています。村上が抑えて3アウトチェンジです。ここでジャイアンツ守備を変えてきました。さあ、これからジャイアンツが守備につきます。そしてバッターは青木。点差を詰めるには先頭バッターの出塁も重要になってきます。
しいコースにまず投げ込んでいきました。スピードボールを持っています。さあ2球目は何か。低めのボール入りました。ああボールですか。はい、外のストレートわずかに外れてボール。膝元をつきましたが外れました。ライトオーバー。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。バッターボックスは2番山田。大きくリードしてますから、まずは一つアウトが欲しいですね。なるほど、そうですね。次が2球目。これもアウトコース。ここは厳しいコースを徹底してほしいですね。はい、ボールが先行して2ボールナッシングです。次のボールはバッターの裏をかかないと危ないですよ。なるほど、そうですか。打ちました。取った。一塁そのまま入ってアウト。打席には3番バッターイチロー。ジャイアンツとしては序盤から点差をつけてますから、思い切ったピッチングができると思いますけどね。なるほど、そうですね。2球目は何で来るか。ナイスボールですね。はい、低めにストレートが決まっています。151キロ。外の低め見極めます。振り遅れてますね。外れてますか。ピッチャー決まったと思ったでしょうね。はい、ストレートわずかに外れてボール。これでフルカウント。インサイド落ちました。坂本ストライク。これが初球。打ちました。ライナー近い。